希望に胸を膨らませ、やる気に満ち溢れた新入社員。そんな人材を採用したはずだったが、やってきたのは入社式をドタキャンするとんでもないわがまま女。遅刻は当たり前で、仕事中にもスマホ。あまりにも非常識な行動をするのだった。さすがの一致も注意したが説教する人は無理。仕事を辞めると言い出した。しかし、そんな傍若無人に振る舞っていた彼女を追い詰めたのは、意外な人物だった。入社初日から無断欠勤。翌日も遅刻なので注意すると退職すると言い出したのでお望み通りにした結果。Z 世代なんて言うけど、うちの会社にすごいのが来ちゃって、ぜひ聞いてほしい。忙しい年度末を終えたらモンスター来たって話。うちの会社もいる。一緒にスッキリしたい。やっぱりどこにでもいるんだね、その手の若者。書き込ませてもらいますね。私は37歳の会社員。今の会社に就職して15年になり責任も出てきて今年は新人の教育係に抜擢された。教育係って聞こえはいいけど、実際は。世代が変わると結構きついよね。ほんとその通りだったよ。うちの会社は医療品を扱う会社で結構お堅い仕事。お医者さんと関わる機会も多いし、礼儀や一般常識は重視して採用もしている。重視しているはずだったのだが。入社試験では真面目そうだったのに。ってやつ？まさにそのタイプで、事件は入社式に起こった。入社式の前に新入社員が集まる会議室で私は彼らの名簿をチェックしていた。すると、5分前だというのに女性が一人来ていない。部長に報告すると。初日から来ていないなんてどういうことだ。電話して今すぐ確認してくれ。というので、私は入社式の最中に、彼女に電話をした。しかし何度かけても彼女は電話に出ずついに入社式は終わってしまった。部長にそのことを報告すると。入社式に来なかったのは一体誰だ？と聞かれたので、私はその新入社員の名前を伝えた。すると、部長の顔が少し曇ったように見えた。A さんか。わかった。引き続き連絡を取るように。君も新人の教育係として、彼女のことはよろしく頼んだよ。部長の話し方に何か違和感を感じたがその時ははいと返事をしてやり過ごした。何？部長何か知ってるの？ちょっと訳ありっぽいね。結局、A さんとは連絡が取れず私は彼女の住所を調べた。もし会社から聞かければ A さんの家に行ってみようかと思ったのだ。時計を見ると、もうお昼を過ぎている。他の新人はそれぞれの部署にお願いし、私は A さんの家に向かうためエントランスに向かうと同僚に会った。おい、聞いたぞ。入社式に来なかった新人がいたって。随分情報が早いので聞いてみると。うちの部署に配属されるはずだったんだよ。他の奴が入社試験の様子を見てたらしくて可愛い子だったって聞いて待ってたんだけどな。気楽なものだ。私は朝から彼女のおかげで食事する時間すら取れていないというのに。同僚とそんな話をしていると、うちの会社ではあまり見ない派手な女性がスマホをいじりながら入ってきた。すると一緒にいた同僚が。あれ、噂の新人じゃないか？俺、履歴書見たんだよ。と言った。確かに見た目は美人の部類に入るだろう。メイクはバッチリだし、茶色く染めた髪の毛は綺麗に巻かれている。しかし、うちの会社には合わないのでは？というのが第一印象だった。私が A さんですかと話しかけると。そうですけど。っていうか、朝から何なんですか？電話が鳴りっぱなしで、超迷惑なんですけど。おかげで充電減っちゃったじゃないですか。と、被害者のようにまくし立ててくる。私は面食らったが、怒りたいのはこちらだ。会社の入り口で揉めるのは避けたかったので私はとりあえず彼女を会議室に連れて行った。そして、なぜ入社式に来なかったのか尋ねると。私、朝早く起きるの苦手なんですよ。入社式なんて、ただ話聞いてるだけでつまんないし。それより、初日だし気合い入れてメイクした方が周りのためにもなるかなって。なのに、メイクしてるところに何回も何回も電話してきていつもより時間かかったじゃないですか。すでに、何を言っているのかわからない。入社式に出なかったことを謝るのが先だと思うが。しかし彼女は悪いことをしたなんて1ミリも思っていないようだ。だからといって配送ですかと納得できるはずがない。社会人として入社式に出席するのは当然だし、帰国するのであれば電話を入れるのが常識だというと。今日から社会人になるのにそんなこと知ってるはずないじゃないですか。研修もあったんだし、その時にちゃんと教えてもらわないと困ります。と、巻いた髪の毛を指でいじりながら言ってきた。開いた口が塞がらないというのはこのことか。そんなことを思っていると、部長が入ってきた。お、部長待ってました。ここはガツンと。社会人の厳しさを教えてやってよ。みんなそう期待するよね。
私も、部長が彼女にガツンと言ってくれると思ったんだけど、話はそう簡単には進まなかったのだ。おお、A 君じゃないか。部長は、優しげな声を出す。すると彼女は、あ、部長。面接ではどうも。今日からお世話になります。私、初日だから気合い入れて可愛くしてきたんです。この後、どこに行ったらいいですか？と、私の時とは全く違う猫なで声で話してきた。部長も、入社式を遅刻したことを注意することもなく彼女に笑いかけ、営業部に行くように指示した。さらに私に、一輝さん、A さんを営業部に案内して、その後、私のところに来てくれ。と言った。私は納得できなかったが指示通り彼女を営業部に連れて行き部長のところに戻った。私は、なぜ A さんが入社式に出なかったことを叱責しなかったのか尋ねた。すると部長は、一輝さん、実は彼女、うちの大口の取引先の娘さんなんだよ。入社試験でその話を聞いてね。相手が相手だから、一輝さん、とりあえず問題を起こさないようによろしく頼むよ。そういうことか。いわゆるコネというやつだ。もちろんコネで入社しても、きちんと働く人間もいる。しかし初日からこれでは彼女はそのタイプではない。新人の教育係に任命されたことを恨みつつ仕事をしていると、同僚から内線が入った。おい、一輝。あの新人どうなってるんだよ。全然、仕事しないで、スマホばっか見てるぞ。まだ現場に出すのは早いから、一輝のところで面倒見てくれよ。新人教育係だろ？と言ってきた。まだ営業部に行って3時間。こんなに早く仕事ができないと楽園を押されるなんて一体何をしたんだろう。職場での様子が気になり、営業部に行ってみると A さんはデスクに座っていた。しかし机の上にあるのは鏡とスマホ。スマホで動画を見ながら、メイクを直しているようだ。私が声をかけると。あ、一輝さん、私いつ外回り行けるんですか？私が行けば、バンバン仕事取ってこられますよ。机に座ってばっかりじゃ、宝の持ち腐れじゃないですか。大層な自信だが、彼女に仕事を任せる人はこの世には存在しないだろう。私はとりあえず彼女を自分の部署に連れて帰り、明日からしばらくは、私の元で仕事のやり方を教えることにして、その日は記者の時間になった。本当に長い一日が終わってほっとしたが、明日からのことを考えると、気がめいった。A さんの研修記録を見ると、半分以上欠席している。コネとはいえ、よくこんな人間を採用したものだ。どうやって彼女を教育すればいいのか、胃の痛い日々が続きそうだ。そして次の日、9時半の始業の時間になったが、A さんは来ていない。そうなるだろうと半ば予想はしていたが、そして時計の針が11時になろうとしていた時、おはようございます。私の時計が間違っていたのではと思わせるほど、さも当然という顔をして、A さんはやってきた。私が、社会人として帰国するのであれば電話で連絡をするように伝えると、一輝さんって、なんか昭和な感じですよね。今の時代、フレックスでいいと思うんですよ。だって、この部署って、昨日も見てたけど、大した仕事してないですよね。朝早く来たって、電話受けてるだけだし、わざわざ私が来る必要ないじゃないですか。私はもっと大きな仕事がしたいんです。と言ってきた。今すぐに怒鳴ってしまいたくなるが我慢、我慢と自分に言い聞かせる。それでも、明日からは遅れるときは連絡するように念を押して仕事を始めるように言った。私の部署は人事部だ。A さんは、うちの部署は暇だと言ったが、4月は新人の研修に加え、移動した社員の手続き、さらには今年度の採用の計画も立てなければいけないので、とにかく忙しい。内線がひっきりなしになっている。A さんにも電話対応をしてもらおうと彼女を見るとずっとスマホを触っている。内線に出るように言うと、ちょっと今手が離せないんですけど。と言ってくる始末。私も思わず、スマホ見てないでちゃんと仕事して、と大きな声を出してしまった。すると、彼女は仕方なさそうに電話に出るのだが、はい。ああ、私新人でよくわからないんですよね。聞きたいんだったら、後でかけてもらえますか。と、不機嫌そうな声で言って電話を切った。内線電話だったからいいものの、外線だったら大変だ。教育係として見過ごすわけにはいかない。私は A さんを隣の会議室に呼び出した。一輝さん、何なんですか？私、忙しいんですけど。A さん、あなたわかってないみたいだけどここは会社なの。社会人として、仕事の時は個人的なスマホの使用は控えるべきだし、電話での言葉遣いも気をつけないと。そんなんじゃ、これから会社でやっていけないよ。と、私は少し強めの口調で言ってしまった。いやいや、ここまでよく我慢したよ。でも、
こういう新人って自分に自信があるだけに、怒られたりするとキレるよね。そうなのだ。A さんは私の言葉を聞くと、顔を真っ赤にして。なんで私が H さんなんかに、そんな偉そうに言われなきゃいけないんですか。これって新人いびりですよね。私怒るような人がいる会社なんて無理なんで今すぐ会社辞めさせてもらいます。どういうこと？あまりにも失礼すぎじゃない？そんなことを思っていると、騒ぎを聞きつけて部長が入ってきた。あ、部長。私、一致さんに嫌がらせされたんです。こんな人がいる会社じゃ、怖くて仕事できません。今日限りで辞めさせてもらいます。いやいや、A さん、いきなり辞めるなんて言わないで考え直してくれないか？希望通り営業で仕事を任せるから。と、部長は言い出した。もう我慢の限界だった。私は部長に向かって、いくら取引先の娘さんでも、こんな仕事を軽んじる態度の人材を、人事部として好き勝手させるのはどうかと思います。辞めたいというのなら、どうぞ辞めてください。と言ってしまった。すると A さんは、ほら、すぐに怒鳴る。やっぱり辞めます。部長、何か紙持ってますか？そう言うと、部長からメモ用紙をひったくり、殴り書きに近い字で退職届と書いた。そしてその紙を私に無理やり渡して会議室を出て行った。いやー本当にヤバい新人来ちゃったね。その場で退職届とかありえない。早いうちに辞めさせられて、ある意味一致さんの手柄。しかし、ここにもう一人困った人がいた。部長だ。部長は真っ青な顔になり、私に向かって言った。一致、君なんてことをしてくれたんだ。彼女がこのことを家で報告したら、教育係として責任を取ってもらうことになる。覚悟しておいてくれ。責任と言われても、あんな非常識な人を会社に残しておくことの方が、よっぽど無責任だ。A さんのせいで自分の立場が悪くなるのは釈然としなかったが、間違ったことをしたとは思っていない。なので私はそのまま A さんの退職手続きを進めていた。すると3日後、A さんはきちんとした退職届を持って会社にやってきた。退職届持ってきました。あの時言い忘れたんですけど、給料と退職金はきちんと払ってもらいますので。と言い出した。給料といっても、初日は入社式を欠席。二日目も遅刻してやってきて、昼過ぎには退職届を出すという始末。それで、なぜ給料を払わなければいけないのかと聞いてみると。新人研修できてたじゃないですか。その分はきちんといただかないと納得できません。半分くらいは欠席していたのに、研修期間の給料をよこせというのか。ずうずうしいにも程がある。しかし退職金となれば話は別だ。退職金の支払いはできないと伝えると、A さんは、勝ち誇ったように、払ってくれないなら、労基に通報します。この会社ブラックだって、働く側の権利を守ってもらわなきゃ困ります。そんなことを言われたって、払えないものは払えない。彼女が呼んでいるはずもないが、退職金は勤続5年目から発生すると就業規則に記してある。もちろん、労基に行ってもらっても問題ないことだ。すると A さんは少し焦った様子で。一致さん、私にこんなことしてタダで済むと思わないでくださいね。帰ったら父に全部報告しますから。もちろん一致さんのことも伝えます。ただじゃおかないんだから。と言い捨てて、帰って行った。でも規則は規則。就業規則も読まず、自分の権利ばかりを主張する A さんに付き合ってる暇はない。私はため息を一つつき、淡々と自分の作業を進めた。一致さん、かっこいい。就業規則も読んでない。研修期間もサボってばかりのやつに払う金なんてどこにあるんだよ。これでようやく一致さんにも平和な日々か？私もこれで落ち着くと思っていたんだけど。どうしたのか聞いてみると、なんと A さんが父親である大口の取引先の社長を連れてやってきたのだ。慌てて部長に報告すると。一致君、だから問題を起こさないようにと言ったじゃないか。この件については、君に全ての責任がある。A さんのお父様には、君からしっかり説明して納得してもらうように。いいな。私はこの件には一切関係ないんだから。と言って、私に全て押し付けようとした。私ももう黙っていられない。そもそも、あんな社会人として失格な人を採用したのは、人事部長であるあなたですよね。いくら相手が取引先の娘さんだからってあんな子を入社させるなんて間違ってます。部長もきちんと責任を取るべきです。と言ってしまった。一致君、君は部長である私に歯向かうのかね。とにかく、早く行ってきたまえ。部長もこれ以上私に何か言われるのが嫌なのかこの場を終わらせようとした。しかしそうはいかない。部長、こんなのおかしいです。私がそう言おうとした時。
一致さん、あなたの言っていることが正論だ。本当に申し訳ないことをしたね。私の後ろから男性の声がした。男性の後ろには A さんがいる。社長。部長が口を開く。そう、その声の正体とは A さんの父親である取引先の社長だったのだ。A 父は続けた。部長さん、先ほどから聞いていれば、君は部下を預かる者として何を言っているんだ。今回の件はすべて、私の娘に責任がある。それなのに、すべての責任を一致さんに押し付けようとするなんて、部長失格だな。いや、それは、A さんは我が社にとって大切な取引先の娘さんですし、ご迷惑がかからないよう、しかるべき対応を取るのが、ふさわしいかと思いまして。娘を採用してくれなどと誰が頼んだ？私は、今回娘がこちらの会社を受けているということすら、知らなかったのだよ。A さん、それは本当なのか？部長は慌てて A さんを問いただす。先ほどから、A さんは下を向いて、じっとしている。私に啖呵を切った勢いは、どこかへ飛んでいってしまったようだ。身内の恥をさらすようで恥ずかしいが、聞けばうちの娘は、研修期間も休んでばかりで、入社式にも出なかったそうじゃないか。そんな人間に給料と退職金を要求され、うまくやるようにというなんて私なら、部長、君をクビにするね。A さんの父親というから、どんな人かと思っていたら、とても立派な社長さんだった。すると、A さんが拗ねた子供のように口を開いた。でも、私だってちゃんと働いたもん。お給料は払ってもらわなくちゃ困るのよ。A さんがそうつぶやくと、A 父は、ギロリと A さんを睨んでこう言った。なぜ困るんだ？それはこれがあるからか？そう言って、A 父はカバンから一枚の紙を取り出した。それはなんと、消費者金融からの督促状だったのだ。お父さん、なんで？お前の行動を見ていればわかるよ。早々に就職が決まったと言ってから、お前の持ち物が随分派手になっているのに気づかないと思ったか？おかしいと思って、前々からお前の行動には注意していたんだよ。本当にしっかりした父親でよかった。その後、A さんに詳しく話を聞くと、面接では父親の名前を出して、入社すれば取引も倍増するなど随分威勢のいいことを言ったそう。まあ、それを真に受けるうちの会社も問題だが。そして、就職が決まってからは遊び放題。これから入ってくる給料を当てにしてブランド品などを買い漁ったそうだ。しかし、買い物癖は止まらなくなり、その結果入社する頃には年収をすべて使っても、払いきれないほどの額に借金は膨れ上がっていたらしい。一致さん、本当に迷惑をかけたね。娘可愛さに甘やかしすぎてしまったようだ。給料に関しては払う必要もないし、娘はこのまま会社を辞めさせてほしい。お前ももう社会人なんだから、自分の犯した過ちは、自分で責任を取りなさい。A さんに向かって厳しく告げた。すると A さんは、お父さん、ごめんなさい。これからはきちんとするから、感動なんて言わないで。私一人じゃ何もできないわ。しかし、A 父は何も言わず A さんを連れて帰っていった。A 父すげえ、やっぱり品格が違うな。いや、そんな人からどうしてあんな非常識な娘が生まれるんだろ。不思議でしかない。一致、報われてよかったな。新年度早々、本当にどうなることかと思ったよ。その後 A さんがどうなったかは、後日会社に来た A 父が教えてくれた。A さんは宣言通り感動され、家を追い出された。貯金などあるはずもなく、父親は最後の情けと風呂トイレ別のボロボロのアパートを見つけ、A さんの持っていたブランド品を売ったお金でそこを契約したそうだ。生活費に家賃、借金の返済に追われる A さんだが、大学時代も家でゴロゴロしていてろくにバイトも、したことがなかったため、割のいい仕事が見つかるはずもなく、今は日雇いのバイトを掛け持ちしながらなんとか生活しているらしい。夜の仕事に手を出すのも時間の問題かもしれない。私はというと、あの一件の後社長室に呼ばれ。一致さん、聞いたよ。会社にとって問題のある人材に対してきちんと対処してくれたそうだね。と社長に言われた。なんと A 父と、うちの会社の社長は仕事上の付き合いだけでなくプライベートでも親交があるというのだ。そして、A 父は、今回のことをすべて社長に話してくれていたのだ。もちろん部長のことも。部長のことだが、今回の件はうちの会社の評判を落とすことにもつながりかねない。彼にはしばらく支店に行って勉強してもらうことにした。一致さん、人事部のことは君に頼んだよ。なんと私は、社長から直々に人事部長に任命されたのだ。部長は私に恨み節を言いながら、部下は二人しかいないという小さな支店に飛ばされた。
その支店の部下たちも相当問題ありの人たちみたいだから、相当大変な仕事になるだろう。私は晴れて、最年少の人事部長になった。すると同僚が、一致あるじゃん。でも人事部長になったんだからさ、もうあんな恐ろしい人材取らないでくれよ。うちの部署、来るはずの新人いなくなって人手不足で困ってるんだから。と言ってきた。そうだ。ここからがスタートなのだ。これからどんな人材が会社にやってくるかはわからないが、うちの会社に恥じない社員を育てていけるよう頑張っていかなければと、背筋が伸びる思いでいっぱいだ。こうして、自分本位な行動を起こした新人は自業自得の結果となりました。もしかしたら、うちの職場にも A さんみたいな人がいるなんて思った方もいるかもしれません。しかし、一致のように真面目に働いていけばどこかで見てくれている人がいるはず。もし皆さんの周りで、一致の会社のように非常識な新人が入社してきたらどうしますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。ところで、労働基準法には退職金に関する取り決めはないそうです。企業が自由に決めて良いことになっているので、退職金がない会社も少なくありません。就業規則はきちんと読んでおいた方が良さそうですね。今回もご視聴ありがとうございました。